どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第193回。俺的映画速報では今週の映画興行収入動員数ランキングを見ながらエンタメのトレンドについて語っていきたいと思いますということで、11月26日、27日の映画興行国内動員数ランキングが興行通信社より発表されました。今週はね、こんな感じになっておりますね。新作がちらほら、1、2、3。はい、3作ね、入っておりますということで、まあ1位はもうね、言うまでもないですよね、こちら。すずめの金縛りっていうことで、こちらですね、土日2日間で動員61万2000人、興収8億4300万円を上げ、3週連続で1位に輝きました。累計成績は動員460万人、興収62億6900万円となっておりますということで、いやー、すごいですね。3週目にして、未だ8億4300万円を、稼いでるということで、どうなんですかね、この、累計の推移なんですけど、まあ、この興行収入動員数の推移は、まあ、確かにね、すごいですね。3週目にして62億なんだけど、歴代の、まあ、特にこの新海誠監督の過去の作品と比べると、さほど突出した感じはないような気がするんですが、いかがでしょうか。まあ、とりあえずね、100億円は硬いかなといったところですかね。問題はそこから先どのぐらい、累計成績を伸ばしていけるのかが問題になってくると思うわけなんですけども、なんかね、すずめの戸締まり、新川誠本ですね、本。まあ、公開当初、新川誠本がね、配布されたので、見に行った人、もらった人は知ってると思うんですけど、あれのパート2、第2弾が出るらしいですね。もう出たのかな、そちらも配布されるそうなので、まあまあ、こうやって、定期的に入場者特典をね、更新していく形で、動員数を今後も伸ばしていくだろうと。まだまだ序盤ですからね、まだ3週目ですから、まだまだこれからってことですよね。どのような戦略を打っていくのかっていうことで、これからまだ冬休み、年末年始が入ってきますからね、動員数もその時に大きく伸びるんじゃないかなと思います。まあ、できたらね、今年中には100億は行ってほしい。まあ、行くと思いますけどね。冬休み入る前ぐらいには行くのかな、どうなんですかね。まあ、まだね、土日だけで8億円超えてますからね。うん、これは、C は32、5波40。あと1ヶ月で、このペースでいけば、まあ、この1ヶ月待たずして、今年中には100億円は軽くいきそうですね。まあ、落ち込みね、今後の落ち込みがどうなるのかっていうことで、あとリピーターですよね。どれだけリピーターを生み出すことができるのか。なんかね、そろそろもう、新海誠がメジャーになって、一般層に名前が知られて、まあ、ポストジブリだと認められてから、もう4作目ですからね、そろそろ、秋が来ているっていう感じもしないでもないですよね。まあ、新海誠か、みたいなね。まあ、いつもの新海誠か、みたいなところはありますからね。で、ストーリーも、まあ、言うほどね、まあ、正直これ、新海誠っていうバイアスがかかっていなければ、これ普通のね、新海誠でも何でもない、普通のアニメだったら、このストーリー面白いかって言われると、別にさほど突出してる感じもしないんですよね。何かこう突き抜けた感はあんまり僕は感じられなかったので、今後どのぐらい、記録を伸ばしていくのかっていうことで、やっぱりね、今回の他の映画と比べた場合、こう突出感があって突き抜けた感があって記録が伸びていく作品っていうのは、例えば「トップガンマーヴェリック」とか、あとインド映画のね「RRR」、ああいった感じの突き抜けた感みたいのがあればね、今後も伸びていくとは思うんだけど、個人的にはそこまでの突き抜けた感がこの作品には感じられなかったので、まあ、他の人たちもね、これ見た人たちの感想的でも、なんか突き抜けたみたいな、あんまりそういう感想にはなっていない、まあ、手堅くというか、期待通りの新海誠作品、手堅くね、手堅く面白い、期待通りの新海誠って感じ。逆をね言えば期待を上回るとかね、なんかこう突き抜けたみたいのはなかったのかなって感じですかね。やっぱりね200億円とか300億円200億円とかになってくるとですね、やっぱりちょっとね今まで通りとか期待通りではなかなか厳しいのかなっていうことで、どうですかね、最終的な講習はワンピースに届かない可能性も十分ありますね。ワンピース、ヒルムレッドの方が上を、もう今でももう180億円超えてますからね、ワンピース。180億円超えるところまでいけれますかね。今、ここから100億円上乗せしても、161億円ですか。今いくら ?62 億か。162億円ですもんね。今から100億円稼いでも、162億円か。まあ、100億はいくと思いますけど、そこから先がね、どのぐらい伸びるのか、ちょっと予想がつきませんね。どうなんですかね、最近のヒットする映画の共通点って、結構音楽にあると思うんですけど、音楽がいいとね、結構突き抜ける感じがあるんですけど、この作品なんかね、僕あんまり音楽がね、ピンときてないんですよね。あんまりこういろんな、例えば街歩いてると、昔は結構こう、新海誠作品の音楽、まあラドウィンプスでしたっけ、音楽結構耳に入ってきたんですけど、なんかあんまり今回この作品の、音楽っていうのがあんまりこう耳に入ってこないというか、聞くことがないというか、まあどうなんですかね。まあ、今後もね、このスズメがどの程度記録を伸ばしていくのか、追って見届けたいなと思います。まあ、相変わらずね、今でも映画館占有してますね。スクリーンをね、閉めてるので、まあ、前も言ったと思うんですけど、他の映画見たいときにね、ほんと不便なんですよね。で、前回も、まだね、ちょっと最近、2本ぐらい映画見たんですけど、ザリガニですよ。ザリガニの泣くところ。あれ最近見て、まだちょっとね、レビュー動画作ってないんですけど、あれ見たときもね、僕は浜松で見たんですけど、朝1回だけだったんで、もう公開2週目にして、早朝の回1回だけでしたからね、さすがにね、まあなんとか頑張って早起きしてみましたけど、もうああなっちゃうとね、もう基本的にお客さん見たくても見れないってことになっちゃいますからね、これ、すずめの戸締まりがね、スクリーン閉めてなければ、そんなことにはならなかったと思うんですけど、レイトショーとかでもね、やってたと思うんですけど、はい、まあそんな感じですかね。今週は新作3本がランクインして、累計発行部数3000万部を超えるライトノベルを元にした異世界ファンタジーアニメ、こちらですね。劇場版、転生したらスライムだった剣。漢字読めない。なんて読むのかな、これ。なんちゃらの、なんちゃら編。絆かな、うん、絆編。が土日2日間で動員22万5000人、興収2億9700万円を上げて2位となりました。累計成績では動員31万3000人、興収4億1600万円を記録したということです。ということで、はい。転生したらスライムだった件ってこれ、ライトノベルなんですかね。ライトノベルを元にしたということで、なんかね、この手の転生したら異世界もの、転生異世界ものってもう吐いて捨てるほどあるので、どれがどれだかちょっとよくわからないというか、まあ僕もね、作家ではあるんですけど、ライトノベルはちょっとね、ほとんど知らないというか、全く畑違いで、全然わからない、まあ純文学ぐらいわからない世界なんですけど、まあでもやっぱり売れてる作品はね、桁違いに売れてますね。累計発行部数が3000万部ってすごいですね。これ小説でしょ？漫画じゃないもんね。いやー、累計発行部数が3000万部なんて、普通のね、文芸ではなかなかありえないような数字ですけど、いや、すごいね。そんな、すごいんだ。転生したらスライムだった剣。転生したらスライムか。よくそんなんでストーリーがね、ここまで練り上げられるって、すごいですね。ライトノベル恐るべし。僕もね、ライトノベルの世界行こうかな。そんな、累計で3000万部って、いや、どんだけ印税入ってんだよって話ですよね。で、映画になったら、ほら、いろんなこの、版権物というね、DVD とか、あとまあ、キャラクターグッズとか、ね、下敷きとかいろいろあるじゃないですか。ああいう版権も原作者にお金入ってきますからね。ブルーレイとか DVD でも入ってきて、まあ、どんだけお金稼いだっていうね、一生食ってきますね、これだけで。いいなぁ。はい。で、3位。3位もね、これ小説、原作小説ですけどね。はい。累計発行部数100万部を突破した、湊かなえ原作ミステリーの映画化、母性が、土日2日間で動員64,000人、報酬9000万円で初登場ということで、先ほどのね、あれ言ったっけ、転生したらスライムはね、土日2日間で動員22万5000人、報酬2億9700万円か。で、累計では31万3000人で、報酬が4億1600万円。すごいですね。で、こちら、同じ文芸でも、小説原作でも、湊かなえですね。こちらは、動員が6万4000人で、報酬が9000万円だから、3位になっちゃうと1億に届かなくなっちゃうんですね。で、11月23日から公開されている、そうなんですよ。この作品はね、ごめん。これね、祝日、勤労感謝の日、23日の水曜日ですね。水曜日から公開されているので、まあ、水曜日でたくさんある程度稼いで、まあ、土日2日間でちょっと落ち込むっていった感じでしょうかね。だから9000万円だから、もし土日、金曜日スタートだったら、もうちょっと違うのかな。累計では動員17万2000人、報酬2億2600万円だそうです。なるほどね。となると、これ土日2日間に換算するとどうだろうね。まあ1億5000とか45000ぐらいは言ってたんじゃないですかね。はい、こちらは戸田恵梨香さんと永井芽郁さんのダブル主演ということで。僕の動画でもレビューしていますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。でもこう見るとね、ライトノベルが3000万部累計がね。で、この湊かなえの超ベストセラーのミステリー100万部ですからね。まあ、ライトノベルの方はシリーズ累計っていうのもあるんでしょうけど、それでもね、湊かなえさん、100万部ですからね、ライトノベルと比べるとなんかかなり物足りない数字っていうかね。だって100万部なんて言ったら、まあ、その年を代表する一作ですからね。なかなか100万部なんて一作だけで単体で100万部いくって年に1冊あるかどうかってとこなんだけど、まあこのライトノベルだと100万部ぐらい普通なんでしょうね。別にそんなに珍しい数字じゃないってことですかね。いや、すごいな。はい。そして、第7位ですね。こちら。冒険家の親子3代が奇妙な世界で、奇妙で不思議な世界へと足を踏み入れるアニメーション、ストレンジワールド、もう一つの世界が登場ということです。はい。これは今週からスタートですよね。そうだよね。今週からということで、これもディズニーの映画となっています。監督はベイマックスのドン・ホールということですね。なるほど。ある男よりも、下ですね。あ、これ、いまいちこけた感ありますね、ちょっと。まあ、公開規模が344ですからね。かなり大きい公開規模ですもんね。はい。まあ、本来であれば、ここら辺にいなきゃいけない。ね、初週ですから、ここら辺にいなきゃいけないけども、ブラックパンサーどころかね、このある男にも負けてますから、2週目ですからね、ある男。それを思うと、かなりちょっと物足りない数字なんじゃないでしょうかね。順位じゃないでしょうか。まあ、ちょっと、画風もパッとしない感じですもんね。まあ、最近はポリコレの影響なのかどうかわかんないけど、まあこのディズニーの映画に、特にアニメーションですね、美男美女が出てこないっていう現象が起きてますよね。要するにルッキズム問題で、要するに美男美女出すとね、ルッキズムだって批判が起こるから、基本あんまりこう美男美女が出ないみたいな。だからどうしてもね、映像的にパッとしなくなっちゃうっていうね、なんかおかしな時代になっちゃいましたよね、なんかね。はい。そして第9位ですね、10位だ、こちら。はい、素晴らしいですね、この RRR。RRR はインド映画なんですけど、公開3週目にしてやっと10位に入ってきたんですよ。ランキングしたんですよね、9位に初ランクインしたんですけど、そこからですね、根強い人気、ずっとこうやっぱり口コミでね、この映画の面白さっていうのは広がってますので、3週連続で10位をキープしていますということで、公開規模もね、あんまり大きくないんですね。まあ中規模公開なんですが、いまだに、6週目にして、10位に入ってるということで、この映画はね、僕の動画でも、レビューしてますので、ぜひチェックしてみてください。そしてね、もしね、なんか映画おすすめっていうか、なんか面白い映画あるって聞かれたら、今だったら僕これおすすめしてますね。この RRR を見とけば間違いないと思います。そのぐらいね、この映画は面白い。ただね、インド映画なんですけど、3時間あるんですよ、上映時間3時間もあるんですけど、この映画のすごいところって、その3時間が全て見せ場なんですよね。もう本当にね、見せ場じゃないシーンがないぐらい、どのシーン撮っても見せ場なんですよ。で、エピソードもふんだんに盛り込まれてるけど、つまらないエピソードが一つもないんですよ。で、やっぱりインド映画なんで、歌って踊るミュージカルシーンもあるんですけど、もうね、すごいです、これ。僕もあんまりね、ミュージカル歌って踊るシーンってあんま好きじゃないんですけど、この映画別格です。もうね、悪い目に出てきそうなぐらいね、おっさんが、もうヒゲ面のね、顔の濃いおっさんが、キレッキレのダンスを繰り広げるっていうね、もうね、子供が見たら悪い目に出てきそうなね、まあすごいですよ、本当に。というわけでね、RRR はおすすめなので、もしね、まだ見てない方で、他にどんな映画を見ようかなって悩んでいる方は、ぜひですね、RRR をね、選択肢の一つにすれば、まあ間違いないんじゃないでしょうかね。まあ、今年はね、トップガンマーヴェリックと、この RRR を見とけば、まあ、もうこれで十分です。この2本見とけばもう大丈夫です。はい。まあそんなわけでね、今週の映画、国内の映画ランキングはこんな感じになりまして、まあ、すずめの戸締まりが1位だっていうのは、これ鉄板で、おそらくどうですかね。今年、すずめを超える、ね、すずめから周囲を奪う作品が出てくるんでしょうか。まあ、一応候補はありますけどね。というわけで、今週始まる映画もチェックしておきましょうということでね、こちら今週公開の映画24作品ですね。はい、12月1日2日、ルイス・ウェイン24巻、これもちょっと見たいかな。ベネディクト・ガンバーバッチの主演のね、まあ、猫の映画ですね。これちょっと見たいかなと思ってます。これ上映感が24巻か、あんまり大きくないね。あとは、これ何？泥の子と狭い家の物語。これは2巻か。これはもう完全ミニシアターですね。個人的にはね、これみたいですね。これはフランス映画、あのこと。はい。これね、原作者がアニ・エルノーっていう方なんですけど、この人ね、今年の、つい最近、ほら、ノーベル文学賞が発表されたじゃないですか。それ取った人ですよ、今回。何年かちょっと前に、シンプルな情熱って映画をご紹介したと思うんですけど、まあ、それの原作者でもあるということで、まあ、今回ね、ノーベル文学賞を取ったので、これはね、結構ね、注目されてるんじゃないかなと思います。まあ、その割に14巻か。そうか、これ渋谷だったらルーシネマとかでやってんのかな。これ1960年代フランスの映画なんですけど、まあ要はね、この頃1960年代ってフランスはね、中絶が違法だったんですよ。で、この予期せぬ妊娠をしてしまう大学生が、まあちょっと、なんだろう、なんとかね、中絶を試みるみたいな、まあ、なんだろう、妊娠が発覚して狼狽して、まあなんとかしよう。彼女はね、まあインテリさんなので、まあ学位とね、まあ、自分の将来のために今は子供は産めない、だけど中絶は違法だから中絶なんかしたら罰せられるわけですよね。さあ彼女一体どんな行動をとるんでしょうかみたいなね、はい、まあ、そういうお話なんですけども、なんかね似たような映画ありましたね。なんていう方かタイトル忘れちゃったけども、結構前の映画でルーマニアの映画なんですけどね、4週と8ヶ月と4週と10日だったっけ、なんかそんなタイトルの映画があったと思うんですけど、ルーマニアの映画、チャウシェスク政権、1970年代80年代かな、90年代、ほらチャウシェスク政権って独裁者チャウシェスクが政権取ってた時はルーマニアは中絶は禁止されていたんですよね。あれ中絶すると罰せられるとか処刑されるというか刑務所に入れられるみたいな。だからみんなね闇医者に堕胎手術をね依頼して、なんかそんなお話でしたけど、まあ、この映画もねどうなんか闇医者とか出てくるんですかね。まあこれねよく中絶とか、まあ、この子供が妊娠するっていうと結構男を叩くという、まあ男がどうたらっていうね、これは2人の問題とかって結構言う人いますけどね、これ2人の問題じゃないですよ。これね、もうこれ完全に女1人の問題です。男逃げますから、逃げたらもうどうにもなりませんからね、現実問題、男はこうなった時に逃げたりしたら、もうどうにもなりませんからね、認知もしないとかね、お金も出さないってそのまま逃げちゃったら、どうにもならない。で、その人をいくら叩いたところで、この女性がこの子供を何とかしなきゃいけないっていうこと自体は変わらないし、男が逃げたら、もう結局その女の子が何とかするしかないんですよね。おろすか、それとも産んで育てるか。まあ、それを決断するのも自分だし、で、まあ、仮に産んで育てるとなった時も、やっぱりその女の子がやんなきゃいけないわけですよ。男も逃げますから。ね、だからこれ男云々責めてもしょうがないんですよ、現実問題として。まあ男はね責められてもこれしょうがないと思うし、まあクズですけどね、そんな男はクズだから、まあ、地獄に落ちればいいと思うんですけども、でも現実問題としてのしかかってくるのは女性なんですよね。はい、まあまあ本当ね、そういう意味で女性っていうのはね大変だなと思いますけどね。まあこういう状況に陥っちゃった時、女性っていうのはどうすればいいのかっていうのは、まあ本当に自分の人生に関わってくる問題ですからね、自分の将来と、まあ、天秤にかけて、母性とね、天秤にかけて、どのような選択をするのかって、ある意味究極の選択ですよね。周りは産んだ方がいいって思うし、でも本人はもう、まだこんなね、若くしては育てられる自信もないしとか、自分の将来のこともあるしとか、ねえ、言いますけど、周りは頑張って産もうよって、サポートするよなんて言う人もいれば、例えば両親はね、今はやめときなさいって言われるかもしれない。もういろんな人たちがいろんなことを言って、でも結局決断しなきゃいけないのは、やっぱりそのお母さんとなる母親なんですよね。という意味でね、とてもね、切実な問題だと思います。特にやっぱりこれはね、一度やっぱり女性はね、見ておくべき映画なんじゃないかなと思うことで、僕もこれはね、見たいなとは思ってるんですけど、今ちょっとね、地方の方に、地元の方にいるので、まあ、いずれまた東京に戻るんですが、ちょっとしばらく見られないかな。まあ見たらね、レビュー動画上げたいなと思ってます。これはちょっと個人的にはとてもね、興味のある映画ですね。フランス映画。はい。ということで、これは見たいな。あとは何がありますかね。あ、これ。まあこれ結構大きな映画じゃないかな。土の満ち欠け268巻ですね。広木隆一さん監督です。あれ母性ですよね。最近母性撮ったばっか。今レビューしたまだ今もね劇場公開中の母性ですよ。先ほどねランキング3位でしたっけ？こちら母性ですね。ランキング3位でしたよね。こちらのこの監督さんですよ。はい。たまたまでしょうけどね、重なったってことですかね。これ佐藤正吾さんですね。直木賞作家の佐藤正吾さんが描いた恋愛ストーリーということで、でこの今ね、サイレントで今大注目の目黒蓮さんも出てくるということで、これはどうですかね。目黒蓮さんのファンが押しかけるんじゃないでしょうか。そして有森かすみさんが出てくる映画って案外外れがないんでね、結構傑作が多いですから、これちょっと個人的にはね、これも注目しております。これはまあ、全国のシネコンでやりますから、こちらはね、見たいなと思ってます。見たらね、レビュー動画上げますね。そして、個人的にはこれ見たいんですよね。殺しを呼ぶ卵、最長版ってね、これなんか1968年のイタリア・フランス映画なんですけどね、なんだかよくわかんない映画なんですよ。はい、これはちょっとね、見たいなと思ってる、まあ、いわゆるカルト映画ですね、これは。うん、まあ、気になる方はね、ぜひ予告編見てみてください。もうタイトルがね、殺しを呼ぶ卵とかさ、いかにももうカルト映画って感じですもんね。これ見たいですね。そして、やっぱり今週はこれかな。はい。ブラックアダムですね。こちら、これはね、マーベルではなくて DC コミック、DC ですね。DC のヒーロー。むしろこのブラックアダムっていうのは、ヴィランですね。悪役の方なのかな。ドゥエイン・ジョンソン主演ということで。まあ、ドゥエイン・ジョンソン人気ありますね。ブラックアダム。上映時間は書かれてないか。そうだね。まあ、ただ、どうなんですかね、DC、DC っていうと、まあ、マーベルと DC って出版社の違いなんですけども、マーベルって言ったらね、スパイダーマンとか、アイアンマンとかですけど、こちらの DC はですね、スーパーマンとか、バットマンの方ですね。はい。まあ、そちらの、DC コミックに出てくる、DC に出てくる、スーパーヒーローに立ちはだかるヴィランということで、日本におけるこの DC 人気ってどの程度あるんですかね。ただバットマン結構人気ありますからね。バットマンの人気は結構高いけど、これ今回バットマン出てくるのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ、スーパーヒーローはね、出てくるみたいですね。ただ、そのスーパーヒーローのメンツによって、この JSA っていうんですか、スーパーヒーローのメンツによっては、日本ではあんまり馴染みがなさげですから、やっぱりバットマンかスーパーマンが出てきてくれないと、ちょっと DC は厳しいかもしれないね。まあ、最近だとせめてアクアマンですかね。アクアマンも DC ですから、そこら辺が出てきてくれないと、ちょっと厳しい感じがしないでもないですね。ドゥエイン・ジョンソン、ピアース・ブロスナン、007ですね。元007。あとはよく知らないな。まあ一応ね、これもね、一応見ておこうかなと思います。はい。あとは何があるかな？皆さん気になる映画ありますか？あとはこのぐらいかな。まあ、個人的にはこのマッドゴッドも気になってますけどね、これ。フィル・ティペットっていうね、まあ、いわゆるちょっと特殊効果の世界では有名な、まあ、伝説的なクリエイターなんですけど、まあ、いわゆる、なんだろう、ストップモーションムービーですね。ストップモーションアニメです。人形を少しずつ動かしていくみたいな。粘土細工のやつとかね。めちゃくちゃ時間かかるんですよね、これって。まあどちらかというとこうストーリーがどの程度ね、どんなもんかちょっと分かんないんですけど、まあこの手作り感でね、今みたいに CG 使わないで手作りだけでいくみたいな、はい、フィル・ティペットはもうこの世界ではもう本当に伝説的な人なので、まあ、好きな人は好きなんでしょうね。まあ、僕も個人的には興味があります。そのぐらいかな。あ、いやいや、忘れてた。これだよ、これ。これ忘れちゃダメだよ。そうそうそう。はいはいはい。今週はこれです。ごめんなさい。これがありました。The First Slam Dunk ですね。はい、少年ジャンプのスラムダンク。ねえ、公開規模は298巻で、まあ、かなり大規模公開ですから、まあ、今月これですね。今週はこれがありました。はい。まあ、ただね、今回これ声優のね、声優が総特会されて、まあ、いろいろちょっと炎上したりしましたからね。さあ、それがどのように影響するかですよ。はい。これがですね、スズメを追撃できるのかってとこですね。まあ、ちょっとね、出だしつまずいた感ありますけど、プロモーションがね、やっぱりちょっとチケットの売り方はいくらなんでもまずかったですよ。あれは言い訳できないですもんね。やっぱりこう、錯誤、明らかにこれはね、錯誤を、呼び起こすやり方ですからね。やっぱり声優をチケット販売後に声優発表っていうのは、まあこれは明らかに何か狙ってたっていうか、まあちょっとね、声優の方が一人亡くなられたっていうのもあるんでしょうけど、この木村さんじゃなくて、ごめんなさい、木村さんじゃない。なんかね、前のテレビ版のスラムダンクの声優さんがね、亡くなられたっていうのがちょっとあったんで、もしかしたらそこら辺の兼ね合いで、声優変更っていうのがあったのかもしれないけども、でもそれもね、それもちょっと言い訳としては厳しいですよ。それ仮にそうだったとしてもね。まあそれに関してはね、もう作り手の都合の問題ですから、先に声優を発表してからチケットを販売すればいいだけのことで、たとえその声優さんが亡くなるとか病気だったってことがあっても、まあそれだからといってチケットをね、発表前に販売していいとはなりませんからね。これはね、炎上してしまうのはしょうがないですし、まあ、やり方としては、ちょっとね、悪手だったなと思いますね。やっぱり、商売っていうのは信用の上で成り立ってますからね。これはやっぱりビジネスですし、商売なんで、商売の根底ですから、信用っていうのは。まあ、その信用も損ねた、毀損したっていうことで、消費者は怒ってるわけですから、まあ、これはもう当然のことですもんね。まずそのチケットをね、声優発表の後にチケットを販売するっていう、こう必然性がないですからね、時期的にも。はい。まあこれはね、やり方が非常にまずいということで、まあ炎上したわけですけど、それがね、どう影響出るかってことですよね。場合によっては今回のようなね、トラブルがなければ、どうなんでしょう、スズメの座をね、首位を、もしかしたら、奪うような存在になるかもしれない。まあ実際蓋開けてみないと分かんないですけどね。まだこう、12月3日、来週になってみたら、首位、スラムダンクでしたってことになってるかもしれない。皆さんは見に行きますかね。結構ファンの方はちょっとね、怒ってる方も多いし、もうこれだったら見に行かないっていう人も結構コメント欄、僕も、この件に関しては、エンタメニュースとして皆さんにお伝えした動画があるんですけど、まあ、結構怒り浸透っていう方は多いし、コメント欄にももう見に行かないっていう風に書き込まれてる方もね、結構いらっしゃいましたから、まあ、ちょっとね、禍根を残すような形でのスタートになってますから、それがね、どう影響するかですよね。まあ、逆に言うとね、これが炎上が元で逆に注目が集まったってこともあるので、あ、スラムダンクを映画化するんだって、それを、きっかけに知ったっていう方もね、今までずっとスラムダンクっていうのを好きだったけど、もうしばらくずっと離れていて、今回の炎上で、あ、アニメになるんだ、だったら見に行こうっていう人もね、結構いるとは思うんで、まあ、吉と出るか、凶と出るか、さあ、どうなんですかね、スラムダンク、スズメの座を奪うことができるのか、ねえ。まあ、僕ですね、スラムダンクはもちろん見に行こうかなと思っております。僕ね、スラムダンクね、ほとんど読んだことがないわけじゃないんですけど、本当に少年ジャンプで連載された初期の頃ですね。初期の頃にね、ちょっとだけ読んだことがあるんですけど、僕あんまりね、スポーツって好きじゃないので、特にバスケットボールとか興味ないし、結局ね、面白さがよく分からず、途中で読むのやめちゃったんですよね。だからほとんど知らない。で、アニメも見てないので、全くもうほぼ知らないような状態でなんですけど、ただスラムダンクファンって結構多くて、熱狂的なファンも生み出されているので、まあ、僕もね、結構序盤で読むのやめちゃったんだけど、あれずっと読み続けていればね、もしかしたらハマっていたかもしれないですよね。読んどきゃよかったなって今更ながら思うんですけど、はい、まあとりあえずね、まあ、そんな状況ですけど、映画の方は、まあ、公開初日にでもね見に行こうかなと思っております。はい、また映画見たらねすぐに感想レビュー動画あげたいと思いますので、ぜひチェックしてください。あくまでも本当に原作もアニメも何にも知らない、まあ、いつも通りですよね、僕の場合の、まあ、忖度なしのレビューをしていきたいなと思っております。はい、まあ、きっとね、面白いと思うんだよね。これだけのファンを生み出しているわけですから、スラムダンクは多分ね、映画は僕ね、面白いと思いますよ、きっと。うん。かなりクオリティの高い作品をね、仕上がってんじゃないかな。まあ、声優の件はね、まあ、前のアニメ版のファンの人にとっては、かなりちょっと残念な話ですけど、まあ、僕、アニメ見てないし、全然知らないから関係ないんでね、もう本当にフラットな気持ちで、この映画のレビューができると思います。多分ね、なんとなくですけど、僕はこの映画、面白いんじゃないかなと期待しております。はい。というわけで、レビュー楽しみにしていてくださいという感じで、はい、まあ、今週はまあ、あれですね、スラムダンク一択かな。まあ、あと、ブラックアダムがどこまで食い込めるか、そしてこの土の満ち欠けですかね。ブラックアダムよりは土の満ち欠けの方が上位に来そうですね。というわけで、来週の予想はかなり難しいですね。まず、スズメが周囲を守れるのかどうかということに関しては、スズメが8億、今現時点で8億いってますから、やっぱり厳しいのかな。でもな、どうだろう。意外と8億ぐらい稼ぐのかな、スラムダンクは。なので、あえてここは僕ですね、来週の第1位はスラムダンク、第2位がスズメ、第3位が土の満ち欠け、第4位がブラックアダムと予想しておきます。はい。一応ね、全米ランキングも見ておきましょうかね。全米ランキングはですね、サンクスビギングを迎えた北米市場なんですけど、何ですかこのサンクスビギングっていうの意味わかんないんですけど、興行収入ランキングトップに新作2作が入りましたが、従来と比べると振るわない結果に終わってしまいました。はい。週末5日間の累計興収は1億3800万ドルで、昨年の同じくコロナ禍にあった感謝祭の週末記録よりも少ない。去年はね、1億4200万ドルあったんですけど、コロナでしたからね、去年は。感謝祭、これ、あ、サンクスビギングってこれ感謝祭のことなのね。何に感謝するんですかね。何に感謝するんですかね。ヤハウェイとかに感謝するんですか？全然僕ちょっとごめんなさい。アメリカのことよく知らないんで。まあコロナでね、1億4200万円あったにもかかわらず、ちょっとコロナが緩和されている、今年1億3800万ドルですから、確かに振るってないですよね。その中で MCU のブラックパンサーワカンダフォーエバーが3週連続で首位を獲得し、週末3日間の興収は4500万ドルを記録したそうです。はい。あれ、日本ではどう？日本ではまだ5位にいますね。日本はまだ、なんていうかこう、MCU 人気はさほどではないね。やっぱりアベンジャーズあたり持ってこないとなかなか、あと、スパイダーマンあたりを持ってこないとなかなかこう、上位に、食い込まないというか、上位にね、長期間食い込むっていうのは難しいみたいですね。はい。ということで、こちらはですね、ブラックパンサーの方は、累計興収は3億6700万ドルで、そうのね、ラブ&サンダーを抜いて、2022年の興収ランキングで6位となりましたということで、結構稼いでますね。やっぱりアメリカでは、やっぱり MCU まだまだ強いですね。そして第2位がね、日本では今一つ振るわないディズニーのアニメ、ストレンジワールドですね。こちらはね、制作費が1億5000万ドルに対して、週末3日間で興収1190万ドル。1190万ドルか。ブラックパンサーが4500万ドル。こちらは、ストレンジワールドは1000、で、制作費は1億5000万ドル。これ、損益分岐点ってどのぐらいなんですかね。ちょっとなんかあんまり振るってない感じしますけど、どうなんですかね。で、3位がですね、デボーションっていうんですか、これ。ソニーピクチャーズの朝鮮戦争で戦ったパイロットを描く航空アクションだそうです。トップガンマーベリックでハングマンを演じたグレン・パウエルと、ラブクラフトカントリーのジョナサン・メジャーズが共演と。インフィニットの J.D. ディラードが監督。で、マンクで第93回アカデミー賞撮影賞に輝いたエリック・メッサーシュミットが撮影を担当しましたって何このメッサーシュミットって戦闘機みたいな名前なんですけど、ね、ドイツの戦闘機メッサーシュミットですよね。そうだったよね。メッサーシュミットだよね。が担当したそうです。飛行機の映画ですよ。偶然ですかね。ユニバーサルのドラマ、ザ・ファーブルマンズで、ファーブルマンズは3週目の週末にトップ10入りを果たしました。あ、これか、まだ日本公開は決まってないそうですね。こちらですね、これは多分日本でも映画化されるでしょうね。これね、スティーブン・スピルバーグが、脚本と制作を手掛けた、自伝的物語だそうですね。へえ、スピルバーグの、自叙伝的な話か。へえ、これは興味深いですね。そして、ユナイテッドアーティストのドラマ、ボーンズ&オールは、上映拡大の結果、2週目の週末トップ10入りを果たしました。ティモシー・シャラメとテイラー・ラッセルが生まれつき人食いの衝動を抱え、やがて惹かれ合う若者たちを演じましたって、めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。人食いですって。カニバリズムですかね。それもティモシー・シャラメですよ。君の名前で僕を呼んでとか。ね、最近だと、デューン砂の惑星でもね、出演していましたけど、イケメンのね、ティモシー・シャラメですよ。ねえ。ティモシー・シャラメってあれですかね、佳子様と付き合ってる、それは全然違うか。はい。こちらもね、楽しみですということで、はい。あんまり大きな動きはないですね、全米の方は。というわけでね、ミニシアターの興行収入ランキングも見ていきましょうかね。はい。まず第1位。今回はね、新作がね、1位から4位占めてますよ。というわけで、一本一本見ていきましょう。まず第1位がこちら。シスター夏の別れ道ということで、本国で女優賞を席巻って、本国ってどこ？これ中国ですね。見知らぬ弟を突然預けられ、人生の選択を迫られた女性の葛藤を描き、中国で話題を集めたヒューマンドラマ。これ予告編でよく流れてたやつね。看護師として働きながら医者になるため、北京の大学院進学を目指すアラン・ランちゃん。この子ですね。ある日、疎遠だった両親が交通事故で亡くなり、会ったことのない6歳の弟、ズーハンが彼女の前に現れる。望まれなかった娘として、早くから親元を離れたアン・ランと、待望の長男として愛情を受けて育ってきたズーハン。親戚から弟の養育を押し付けられたアン・ランは、仕方なくズーハンの面倒を見ることに。両親の死すら理解できず、わがままばかりのズーハンに振り回されっぱなしのアン・ランだったが、幼い弟を思いやる気持ちが徐々に芽生えるっていうことで。ファミリードラマですね。これなかなかね、予告編でも良さげだったですよ。だんだん最初はね、なんかこの男の子のことがちょっと邪魔に感じていたんですけど、一緒にいるうちに、疑似親子的なね、疑似兄弟的な、実際血のつながりがあるから、普通の血を分けた兄弟なんだけど、離れ離れに暮らしてて、もうこの子としてはね、親の愛情を一切受けず、で、この子は、弟は親の愛情を一身に受けてきて、やっぱり嫌いだったと思うんですけど、だんだん、兄弟の絆が芽生えるみたいなね、ハートウォーミングなお話になるんですかね。最終的にはどうなるんでしょう。ちょっと、母性に似たようなものが芽生えてくるのかな。はい。そして第2位、これドキュメンタリー映画かな。人生クライマーということで、こちらね、世界の巨壁に単独無酸素未踏ルートで挑み続け、2021年には登山界最高の栄誉であるピオレードール生涯功労賞をアジア人として初めて受賞した山野井泰史さんに密着取材したドキュメンタリー映画となっておりますということですね。山野井泰史さんか、まあ、僕ね、あんまりちょっとね、アルピニストとかクライマーの世界は疎いんですけど、ただね、山登りの映画は大体傑作が多いし、まあ、ドキュメンタリー映画ね、結構多いですよね。最近もアルピニストっていう、フリーソロの、若者のドキュメンタリー映画をレビューしましたけども、まあ、そちらもぜひ皆さんね、チェックしてください。まあ、映像がすごいんですよね。CG とか一切ないですからね。うん。おそらくこのドラマも、このドキュメンタリー映画もね、すごい映像になってくるんじゃないかなと思うわけで、やっぱね、山の映像ってすごいですよ。ねえ。それも CG とか特殊撮影一切なしですから、ねえ、よくやりますよね。だけどこんなの登っていくとかね。もうなんかもうね、もう下半身がヒュンってなりますよ、あの映像を見ると。はい。というわけでね、まあ、個人的にはちょっと見たいかなとは思いますけど、圧倒的な映像の迫力を見るんだったらね、フリーソロとか、まあ、僕の動画でもレビューしてるんですけど、フリーソロって映画と、ドキュメンタリー映画と、あとアルピニストですね。こちらをおすすめしたいと思います。そして第3位がこちら、ビージーズ。栄光の奇跡っていう映画ですけど、まあ皆さんビージーズ知ってますよね。時代の変遷を生き延び、数々の名曲を作り続けた兄弟グループ。あ、兄弟だったんですね、ビージーズって。まあこのビージーズの姿を追った、まあいろんな人たちのエリック・クラプトンとか、ノエル・ギャラガーとか、クリス・マーティンら、ビージーズを敬愛するアーティストたちのインタビューみたいなね、ドキュメンタリーとなっています。まあ、僕もね、ビージーズはやっぱり結構好きで、まあ、一番好きなのはね、メロディーフェアって音楽、小さな恋のメロディーって映画が昔あったんですけど、あれのテーマ曲ですね。あれすごく好きです。あともう一つなんか、若草がどうたるとかっていう、若葉のなんとかっていう歌もありましたけど、あれもすごくいいですよね、ビージーズ。小さな恋のメロディーって最近ね、リバイバル上映どっかされてたんですけど、あれね、日本ではね、めちゃくちゃ大ヒットしたんですよ、小さな恋のメロディーって。で、あの曲もヒットしたんですけど、本国、イギリスではね、なんか全然話題にもならなかったそうですね。はい、そして、この映画ね、このドキュメンタリー映画、監督はフランク・マーシャルですよ。ね、あのスピルバーグの映画で、よく、プロデューサーでフランク・マーシャルってよく出てきますもんね。なるほど、フランク・マーシャルが、監督をしていると。そして、第4位、夜明けの歌。これは、どこの映画？これは日本の映画じゃないですね。あ、これ韓国ですね。映画「愛に奉仕せよ」、あとネットフリックスドラマ、39歳のヨン・ウジン演じる小説家が人々との出会いから自分自身とも向き合っていく姿を描いたドラマだそうです。まだ冬が残るソウル。7年ぶりにイギリスからソウルに帰ってきた小説家のチャンソクは、コーヒーショップで時間をなくした女性と出会う。時間をなくした女性って何なんですかね。あ、時計じゃない、時間だね。さらに、思い出を燃やす編集者、希望を探す写真家、記憶を買うバーテンダーといった、心に深い葛藤を抱えながらも人生を歩み続ける4人との出会いから、自身が心に閉ざしてきた記憶と向き合っていくって、いや意味がわかんない。思い出を燃やすとかさ、希望を探すとか、記憶を買うってどういう意味？ファンタジー映画なんですかね。なんかよくわかんないんですけど、はい。まあ、そんな映画がね、第4位にランクインしております。ということで、皆さん何本見ましたかね？今回僕ね、ちょっと、東京一瞬離れているので、ミニシアターには行けてないんですよ。だから全然見れてないんですけどね。まあ、この中であえて見たい映画って言ったら、シスターかな。シスターはちょっと見たいなとは思いますね。あと、ビージーズも、機会があったら見たいかな。ビージーズ好きなんでね。はい。というわけでね、まあ、長々と、だらだらとね、台本もないんで、だらだら、ぐだぐだ喋っていくだけの、俺的映画速報なんですけど、いかがだったでしょうかということで、さあ、来週がどうなるかね、気になるところですよね。もう来週はなんといっても、話題はね、スラムダンク一色になりそうですよ。スラムダンクが、興行がね、こけるのか、それとも、スズメを追撃するのか、まあ、今のところね、予想の立てようがないですね。ただまあ炎上したんでね、かなりの人が離れていったんでしょうけど、逆にあの炎上をきっかけに、スラムダンクが映画化されることを知って、あ、じゃあ見に行こうかっていう人も増えているはずなので、さあどうなるのかですね。気になるとこですよ。というわけでね、来週の俺的映画速報もぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。チャンネル登録していただくとね、見逃すってことはないと思いますので、はい。で、僕の動画はこうやって、毎週火曜日は俺的映画速報といって映画興行収入ランキングを見ながら、興行とかエンタメのトレンドを語っていく。で、普段はですね、映画、ドラマのレビュー動画を上げていますので、でここのところね、毎日投稿を目指しておりまして、あとちょっとでね、半年間、6ヶ月の一日も欠かさず毎日投稿がね、更新、実現できそうです。頑張ってね、毎日投稿は続けていきたいなと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、以上ミステリー作家の七尾よしでした。皆さん、それでは、バイバイ。